どうぞ。はい、今回の総選挙は、まあ、準備 PR というお話でしたけども、はい、そもそも今回の総選挙で諸派党構想の考えを知ってもらう宣伝のためにやるというお話があったかと思うんですけど、今もそれはやっぱり変わってない。そうですね。だから党名を出しても、例えば嵐の党って言ってもみんなバカにするだけで、なんで嵐の党にしようとしたって何でも来ないんですよね。それが分かったんですよ。じゃなくて、これ最初11人のブロックしか出さないって言ってたのに、50人、100人、200人って出たら何なのって逆にそこで思うじゃないですか。何でもいい人で公認してるからこんなに出てるんだ、でたらめな政党だと思う人もいれば、あ、でもそうかそうか、規制政党はそういう利益があるから、それは選挙に立候補する人なんてある意味素晴らしい立派だと思う人もいっぱいいるんですよ。選挙区の話でもおじいちゃんおばあちゃんが特にね、もう選挙に出るだけでご苦労様です、ありがとうございます。だって誰かが立候補しないと選挙成立しないわけで、そういう立候補する人をリスペクトしてくれてる人も大勢いらっしゃるので、だからそういう意味では立候補者数が多ければ、またその人たちの思想がバラバラであれば、その選挙中に分かると思うんです。諸派党構想だからっていうのが後から分かると思うので、だから透明からあえて外したっていう感じです。すみません。で、先ほど来週の水曜日に都庁で、出馬会見があるというお話があったかと思うんですけど、はい、それはその個々の方の、PR ということもあるかと思うんですけども、諸派党構想の PR を兼ねているという位置づけでしょうか。まあ、そうですよね。だって立候補する人が僕の嫌いな人も立候補するんで、簡単に言うとこんな政策やめてほしいなと思う人も立候補するので、まさにそこで分かるんじゃないですか。何人くらい？え？来週の会見は何人ぐらい出るのって？少なくとも10人ぐらいは。ちょっと、まあ、平日の東京ブロックだけで。そうです。東京ブロックだけで今12人ぐらい予定してるんだよ。当日来れる人もいれば来れない人もいるでしょうし、来れる人だけでとりあえずやろうと思ってますけど、まあ、その中でいろんなことを言う人がいるわけなんで、まあ、特にそこで分かるんじゃないですかね。みたいな。何時でしたっけ？11時です。11時。はい。で、先ほどの選挙の頃ということで、なんかアドバイスというお話もありましたけども、その来週の会見に出る人の中には、初めてその選挙に出る、会見に出るっていう人もいると思うんですけども、はい、そういう人という人が会見に出るときになってないと、アドバイス、何か準備とか、どういうことがありますか？まあ、やっぱり普通に、やる家族とか気にするんだったら当たり障りのないことをしたいというべきでしょうし、別に家族とか親戚に嫌われてもいいんだったら自分のやりたいことをはっきりと、嫌われても目立った方がいいと思います。まあ短い、どうせ聞いてくれないので短いワードでこれをするんだみたいなところをはっきりと、この間のだから日高さんなんかすごい良かったと思いますけどね、日高千穂さんね、三郷で出てくれた、はい、あんな感じでやればいいのです。アドバイスと言われたらもう変にあんまりそこぶっちゃけ関係ないので、はい、自由にやってくださいって感じですね。あとすいません、関係者の方から伺ったんですけども、諸派党構想に関する本が立花さんから近々出るという話あるんですが、何かコメントがあれば。いや、まあ堀江さんからね本を出すようにって言われて、でなんで、まあ、ぜひとも読んでいただきたい。本という意味では、それこそ森山さんが書いてくれた前の本、ソフトブックの本がね、ちょっとある、それ、書くためこれをね、読んでいただいた弁護士さんとおととい、1時間ぐらい話したんですが、やっぱりブレてないですね。やっぱ田島さん、本当にブレてないですね。まあ、本当にここまでよくやってこられましたね。だからこの本を読んでいただければ大体の立花のだからブレてないことが多分だって僕 NHK の職員やってたら楽に生きてたらって切れてたんでね、自殺なんかも考えなくて済んだんで、この本を読んでいただいて感動していただいた方っていうかはいらっしゃるし、まあぶっちゃけすごい力のある人たちが今うちの党を支持してくれているので、そこは本当にすごいなと思うんですね。だからぜひ諸派党構想も
堀江さんが誰かより田島さん本が少ないからなかなか田島さんのことを広めることができないって言われてるのでぜひちょっと本をよかったら買って読んでいただければと思います。